堂島川左岸線ガーデンブリッジ、渡辺橋中之島遊歩道は、大阪市の中之島の河川沿いに設けられた歩行者専用道路。正式名称は、都市計画道路中之島歩行者専用道。英語名は、中之島プロムナード。堂島川、土佐堀川の耐震護岸工事と同時に整備されている。耐震護岸工事は、大阪府所管、歩行者専用道工事は大阪市所管となっている。現在、京阪中之島線関連工事等により、堂島川左岸線の大部分が閉鎖されている。また、玉江橋より、堂島大橋間の堂島川左岸約400メートルの堤防上等に、水上カフェをはじめとする飲食、物販店を整備中である。大阪市役所南側の部分はおつくしプロムナードという愛称がついている。堂島川左岸線大阪府と大阪市の遊歩道が並行して走る京阪中之島線工事のため、堂島川左岸線の大江橋南詰から堂島大橋南詰までの約 1.6km は一時的に撤去され、現在河川上にせり出す形で仮設歩行者専用道が供用されている。この区間にでは工事施工業者により、美観を重視した植栽や滝の設置、夜間のライトアップなどが行われている。堂島川左岸線の堂島大橋から乗船津橋までの区間では、護岸上に大阪市所管の中之島遊歩道が作られ、護岸の外に大阪府所管の遊歩道が作られている。結果として、同一区間に2本の遊歩道が並行して存在し、図らずも行政機関のセクショナリズムを見ることができる。北大阪サイクルラインと接続されるように作られている堂島左岸線は歩行者専用道ではあるが、サイクリングコースとしても利用されているのが現状である。ありがとうございます。